こんにちは、えがさん。いつもコメントの方で、えー、メッセージいただいております。えー、速歌塾の久保でございます。今回ね、まえ、あ、がさんがあのまあ、ど,どう考えるかちょっとわかんないまま こううってね動画を撮ららせてももんですけどもなんかね一つテーマを決めてやり取りができたらいいなと思ってるんですよコメント欄ではなくて例えば映画さんの YouTube チャンネルと私の YouTube チャンネルでいろんなねコミュニケーションを何分かの動画をこうキャッチボールするみたいな感じとかね、まあ、その他映画さんが私の方にメールを送っていただいてそのメールに対して私が何かねあのお話しするっていうことでもいいかと思いますえっ、ー、とねどんなことに興味があるかわからないんでとりあえず適当に私がね今回お題っていうかね 一つのテーマに絞っていこうと思いますけどもこれ見てくださいね、可愛らしい女の子のフィギュアですけどもなんかね結構ね私フィギュアの魅力ってのにもねちょっと取り憑かれようとしてるんですよね特にこの固定型のフィギュアあ、取れちゃいましたね取れちゃいましたけど固定型のフィギュアよりもこうやって可動型のフィギュアですねまあ、これはあの剣法のねあの英春剣のポーズを取ってる女の子の形になってますけどもこれ動くんですよこうね ちょっと動かしたくないんで動かしませんけどもまあこういったのねあったりとかで昨日ね私が一番欲しかったフィギュアが届きましたそれがこの「タ太郎」ですねこれもね全部稼働するんですよなんとつま先まで動くんですよねでこれでいろんなねこうかっこいいファイティングポーズでしょ今立ち位置っていうかこれがタ太郎のファイティングポーズだと私思ってるんですけどもね なんんかね、れれするんですよね。惚惚れれすするでよこういうの見ていくとそれかっこいいなみたいなねでフィギュアって高いんで欲しいだけ買ったらいくらでもお金出ちゃうんでちょっと私は抑えてるんですよまあでもねこういった、まあ、フィギュアの魅力でもいいですし、まあ、私は車も好きなんで何台か持ってるんですけども最近はセルシオにものすごく あの憧れてて、ね、乗ってるんですよでセルショ私30代の頃にずっと乗ってたんですけども今に来てもう一回ね懐かしいなと思ってセルショ中古で買ってみたんですけどもメインはねあのベルファイヤーっていう風なあのワンボックスあのミニバンに乗ってるんですけどこれはもう家族用であのどっちかっていうとなんか住まいが動くみたいな感覚なんですよね。 まあですんでこちらの方をメインで毎日乗ってるんですけども個人でね好きで乗ってるのはそのトランザムの83年式これね「ナイトライダー」っていうテレビドラマがあったアメリカでそれが日本でも放映された時にものすごく好きになったんですけども当時私中学生だったんで車のくの字ももう縁がなかったんですよねで今40代半ばを過ぎて今なら買えるかもしれないなってことでその中古のレプリカを探してきてね「ナイトライダー」ご存知なかったらあれなんですけども AI が搭載されていて、まあ、車とコミュニケーションができる、いわゆる喋ったりねあの、自分のドライバーの指示で動かしたりすることができるんですよ。まあ、そういった夢の車が今あの、実際にちょっと高いんですけどもね、作ってくださる方がいて、で埼玉に行ってですね、ちょっと頼み込んでそれを売ってもらったのを今乗ってるんですよで。車検費用も去年出したんですけども、100万円を超えるんですよね。車検で100万みたいなね、どうなっとるんやみたいな感じですけども。まあでもね、あの、 好きなものって金には買えられないなと思ってるんですよ、うん、でその傍ら家族もいますんで家族も大好きなんでね、うん、やっぱりこうお金や労力に変えられないような喜びがあるかなと思いましてまあ話し出せばキりがないんですけどもそんな感じですかねなんかテーマを絞って話し合いたいなというところもあります例えばこうやってこち亀みたいな漫画もありますけどもこれでもいいと思いますよ全部を見てないんですけども全巻は買いましたですんで何話のどういったシーンが好きかなっていうのがあったらそこをねこうやって取り出してきて ああこの話私も見てましたよみたいな感じでねなんかやりとりできれば面白いなと思いますはいもちろんね映画さん以外でもそういったコミュニケーションねあの単発でもいいんでやってみたいなって方がいらしたらどしどしと下のメールアドレスからご連絡くださいそれでは映画さん毎日ありがとうございますお疲れ様です